集まり、手に持った味わい深い茶を共に飲みながら空へと昇る明かりを見る。これこそ旧年に別れを告げ新年を喜ばしく迎え入れることだ。いい上で怪盗音楽祭が開催されるって聞いてね。鹿を作る者としてこの誘惑に抗えるわけもないでしょ。このイリデッセンスツアー怪盗音楽祭がうまくいったらオープニングを奏でるのは絶対にあたいさ。怪盗音楽祭、音楽が流れる水とともに四方へと響き渡れば、天にいる彼らの魂はこの時代の旋律を気に入ってくれるかしら。ヨーヨが何をしているのか聞きたい。みんなのために歌を歌ってるの。